はい、今日も最後のツアーになってまいりました。頑張ります。園芸ラボです。10月末にカサブランカの球根に水分を含ませたピートモスに包んでおいて球根の疲れを癒しましょうということで動画で紹介いたしました。 48.1g、 42.6g ということで、軽いのから大きいのまでだいたい 20g ぐらい違いますね。目指せたピートモスを置いて、涼しい場所に置いておきます。それがどうなってるかを確認してみたいと思います。重量が何グラムになってるかですが、試しにやってみますよ。こういう風に根が出てます。こんな感じになってます。ちょっとピートモスの重量がもちろんありますが、あんまり取ると根に悪いので重量を測ってみましょう。 55.9g、 50.0g、 34.2g ということで、いよいよこの疲れた球根じゃなくてリフレッシュされた球根を使ってカサブランカ球根の寄せをやってみたいと思います。では先ほど処理した球根を植えていきたいと思います。鉢はカサブランカっていうのは非常に大型のユリですので、最低でもこのような24センチのそれがないとなかなか難しいものです。本来ならこれで1球植えても十分なんですけども、見栄えを重視してこの鉢に3球植えてみたいと思います。でこちらの方にスリットが入ってます。排水と通気性を良くするためなんですけども、鉢底に水が溜まるところがあります。貯水槽があります。これで水切れを防ぐということなんですけども、逆に冬場は水を溜めないようにする注意が必要になってきます。植え穴のポケットに用土が入って、排水を悪くするのを防ぐために、最初に鹿沼土で別節というか排水を良くする状態を維持します。培養土です。カサブランカは腐食に富んだ排水の良い土を好みます。従いまして市販の培養土、それも砂浄土をベースにした培養土に鹿沼土を3、ピートモスを2、加えた用土を用意してください。どういう形状になってるかというと、こういう感じで腐食に富んだ水、空気も水も十分含んだ土ということになります。これをスリット、この側面にスリットありますね。このスリットが全部隠れるくらいまず土を入れます。こんな感じになりました。では球根を置いていきます。球根はこのようにもう根が発根しています。十分球根が太ってます。これを3方向に植えます。そして芽がこのような状態になってますね。だからこれが外側に向かうような感じで、根を傷めないように、発根した根を傷めないように外側にして、芽を外側にして三角形で植えます。このように外側に芽をこう向けてこう置いていきます。そうするとなるべく外側に空間が広がっていくのが分かりになると思います。芽をカサブランカっていうのは非常に株がでかくなるので、こういうふうに配置してください。で支柱を芽が出てくるであろう場所の近くに差し込んでおきます。今のうちから差しとくことで、非常に後から差すことで差すより根を傷める確率が下がります。そして土を差し入れていきます。土を差し入れて球根が隠れるくらいまで差し入れます。球根が完全に隠れたら、緩効性肥料のマグアンプ系を、球根が完全に隠れていますね、この状態に肥料を入れるわけです。3球でだいたい 10g から 12g、 これで 10g から 12g です。これを均等に混和してこんな感じになってます。なぜかというと、ユリの球根は球根の上から根が出るからです。普通の球根は球根の下にこう出るわけですね。これを上根と言います。ここからこの上根から肥料を、球根の生育に必要な、ユリの開花に必要な養分を吸収するわけです。そして十分上のスペースを確保します。ですからこの上の根が伸びるスペースが10センチぐらい必要ということになります。はい、こんな感じ、ウォータースペースの部分まで土が詰まりました。
その上にピートモス、ピートモスを3センチぐらい引いて完成です。これで冬場からっ風になっても乾燥防止になるので大丈夫です。植え終わった後たっぷり水をやって凍らない程度の寒さに十分当てる必要があります。ユリはある程度寒さに当たらないと芽が伸びてきませんよ。はい、完成です。こんな感じです。完成しました。これで一応カサブランカの球根の植え付けを終わりました。カサブランカ自体は先ほども申しました通りある程度寒さに当たって春先になったら芽が伸びてくるわけですが、冬場は今のところそんなにお日様が必要なわけではないので芽が伸びてからたっぷり日当たりのいいところに移してあげてください。そこからはあとは6月以降入梅する直前5月の下旬からですね、直射日光を避けるような形で伸びた方がより艶やかな灰色に育ちます。この時の作業に応じて動画に上げていきたいと思います。皆さん楽しみましたか今年も。ということで今年もラストスパート、あと動画何本いくでしょうか。